第三説、論文製造マシーンに変身したがん研究者たち。現代医学は、倫理的な問題から人体実験ができないので、動物、マウスやラットや試験管の中のがん細胞、株価細胞といい凍結保存に耐え、解凍して培養液に移すと、どんどん分裂増殖するを使って、多くの実験を行い、がんの本質に迫ろうとしています。しかし、 動物の体内や試験管の中の現象が実際に人体内で起こっているかどうかは保証の限りではありません。ここにひらめきと筋の通った理論が必要です。日本をはじめ世界中の大学や研究所でがんの研究が膨大なマンパワーと研究費を注ぎ込んで続けられていますが目下のところはがんの原因すらはっきり解明できず。 進行したがんに対してはどんな治療法も無力な現状を見ると現在のがん研究は根本的な発想に大きな間違いがあるのではないかという気がしてきます黒木敏義元東京大学教授は優秀な基礎医学研究者でがん遺伝子の権威です私が日本がん学会で研究発表した折も親切なコメントをいただきましたまた この文章を書くについても黒騎氏の論文や著書を参考にさせていただきましたこの黒騎氏が平成6年名古屋で日本がん学会が開かれた時インタビューに来た新聞記者にがんの研究はがんの解明や治療にはほとんど役に立たないという話をされたようですところがこの話が翌日の新聞に現在のがんの研究は がんの治療にはほとんど役に立たないと、がん研究の権威者である黒木俊夫氏が語ったという大見出しで、でかでかと報道されました。この件について、黒木氏は、がん遺伝子の発見という著書の中で、決してこのような趣旨で話したのではない、新聞記者の見出しのつけ方が不適格であって大変迷惑したと書いておられます。黒木氏のような優秀な研究者から見れば、 二流大学の基礎医学研究者の研究や臨床医が臨床の片手間にやったような研究は研究費の無駄遣いとしか見えないでしょう黒騎氏の言葉は本質をズバリ言い当てていますこんな発言は内心でそうだ思っていても実際には口にしない方が身のためです多分、いっぱい飲んでおられたのでしょう上機嫌で。 ついいいい本音がが出たととうのが真相ではないかと思いますまともな医者や研究者の多くは本音ではがんの研究など無駄であると考えているはずです。今西進化論を唱えた今西金次氏は著書の中で私は現在の実験村長の自然科学や生物学にはむしろそっぽを向いて自然に即して物を見ものを考えてきたと述べておられます。 東洋哲学に近い思考法を持つ今西氏は哲学を持たない実験屋的な学者たちを批判しているのです昨今医学生物学を研究している学者たちはなるほど自分の専門分野に関しては驚くほど深い実験的知識を持っていますがその知識が生命現象の理解に対して どのような意味を持っているのかについては全く理解していないのです。そのためにがんについて言えば、現在のがんの研究者たちは、がん細胞の細かい分子生物学的構造については、膨大な知識を持っているくせに、がんの原因について、いまだに何も解明できず、ましてや、治療については全く無力であるという、まか不思議な状態になっているのです。今や、 がんの研究は、がんの本体を解明し、がんの治療に役立てるという本来の目的を全く果たしていないと言えます。日本では、がん死亡者数は、増加こそすれ、減少する傾向はありません。アメリカですら、近い将来において、巨致性心疾患を抜いて、がんが、死因のトップになるであろうと予想されているのです。最近のがんの研究は、 研研究究ののための研究になっっててしまっていまいす。世界の癌に関する研究論文の数たりや膨大なものがあり私が一生かかっても読みきれないほどです学者たちが論文を書くのは学者としての地位や名声を確実なものにし出世の手段とすることの方が大きな目的となってしまっています学者として地位や名声を得ることが悪いとは言いませんが 何とも情けない現実であると言えます臨床的な成果が乏しいがんの研究論文は学問的な評価が困難なのでただ書いた論文の数だけが業績評価の基準となってしまっています要するに論文をたくさん書けば書くほど学会で評価されることになりますそのために論文を書くという手段が目的となってしまっており論文を とにかくたくさん書いて書いて書きまくることがのの研究者の日常生活となっています。このように現代のがん研究者たちは論文製造マシーンに変身してしまっているのです。